はい、こんにちゃーす。レトルトと申しまーす。48実況プレイ始めていきたいと思います。え、前回は、えー、っと、長崎の植物2つを、えー、コンプリートしまして、うんー、なんか、あれだね、虫、サンブラージュと、えー、ドリームキャッチャーというわけのわかんない話 <laughs>、2つでしたね。そして、 えー、大阪の伊藤稲川淳二さんの話もね、えー、聞かせていただきまして、まあ劇場のいろんな恐怖がいろいろあるらしいんですけど、まあ2個、聞かせてもらったんで、残りは、えー、実況外でやろうと思います。そして残すところ3つの都道府県なんだけど、まあ東京いっぱい残ってますよね。で、えー、まあ基本的にアルバイト男の事情から分岐する話が、えー、すごく多いんだけど、 ちょっとこの、地底霊界っていうエンディングが2、4、6、7個ある、この、心霊がなみのシナリオを10本以上読んでいるという、えー、え角田二郎っていう漫画家さんの、えー、えゲストシナリオなのかな読んでみよう。どういうことなの一切わかんないな。地底霊界。<laughs> 濃いもうすべてが濃い。これ右のやつが主人公なのかなすげえなんか、なんか、 心強いわ。<laughs> 強そう。あ,あでもいきなり心、あんなに心強そうだったのにもう全然心強くなさそうなやつが出てきたな。名倉英エイジ。東京世田谷の狭い横丁は。築50年は立とうかというアパート。時和僧の一室。父親はずっと以前に高い。現在は母、和江と二人の生活である。なんかちょっと、 なんだ、シナリオの雰囲気が違うね。夜、外はしとしと雨。モルタルの薄い壁を通して、じめついた湿気が容赦なく部屋に入ってくる。時計は午後10時を回っている。母は夜遅くまで仕事で、えー、帰りは深夜近くだ。だからエイジは、下校後は夜まで一人暮らし同様。えー、最近はゲームの虜で、毎日数時間はゲーム機と格闘している。なんか少し昔の話なのかな、世界が。 盛りのついた野良猫がメスを呼ぶ。いやーな鳴き声が聞こえてくる。エイジは気だらくて、何もやる気がしなくなり、寝ることにした。食べかすの即席ラーメンの容器もつけにほったらかしたまま、万年どこに近い布団に着てるジャージのまま転げを込んだ。だらしない感じなんだな。ままるよな、まったく。布団はじめじめしめっぽいし、なんか陰気で。えっ、<laughs> こんな玄関ブザーなの <laughs> 緊急事態発生ぐらいのビザーだな。 こんな夜足一体誰なんだ地底霊界、今から行ってくのかななんだ地底霊界あなにこの美人鮭島、ジマが雨に濡れながら立っていた。どうも様子がおかしい。おーい来たぞ大チャンスじゃんナグどうしたんだこんな夜足。助けてエイジ君今この先で怖い目にあったの私怖くてまさか痴漢か そう聞きながら一瞬せずにさっと冷たいものが走り、いやな予感がして、しじまの話を押しとどめた。ちょ、ちょっと待てよ。しじまは霊感があるとかで話がいつもオカルト絡みだ。今もどこか様子が変だし、関わり合いにならない方が利口かも。しかしこのまま放っておくのも気が引けるしな。やっぱ霊絡みになってくるんだな。正雨降ってる。一体何だってんだよ、しじま サ島しじまはエイジの問いに答えず、無言で、神宮外苑の方向へ歩いていく。神社が何かかん立ち止まったしじまが前の方を指さした。ほら、そこよ。しじまの目が妙に座っている。えそこは、絵画館前の運動場。日常、草野球などが行われている。エイジも、 えー、着慣れた場所だった。別に何も変わったことなんかないじゃないか。し、静かに、エイジ君聞こえないのしと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 えー、耳を澄ますと広いグラウンドの向こうから、雨音のような足音のような規則正しい音が近づいてくるような気がする。ええー。スーッと近づいてくる。人の影があ、本当だえなんか、老紳士みたいな人が。な、なんだなんだありゃー 永安時代のののの貴族のような消息を身ににつけ、二人の目の前に突然えあっさきからズブズブと地下に沈むように地面の中に消えていった。地底霊界に行ったのかおい今のは何だったんだまさか幽霊か幽霊が地下に沈むなんてことあるのか目の前で起きた現象にエイジも顔面蒼白でうろたえる。知らないわ。でも近くに心霊スポットで有名な 世田,田谷んセ田ガトンネルなんかあるでしょあの辺と地底で繋がってるのかもしれない。またトンネルか。つまりしじまは、ここが心霊スポットで今のは幽霊だっていうのかしじまは無言で今幽霊らしき姿が消えた場所へ近寄っていった。いやいやいや、なんかそこ雨でぬかるんだ底なし沼があるのかもしれないよ。途端引き裂くような絶叫が聞こえ、しじまの姿が英二の目の前からかき消えた。 焦ってエイジが周囲を見回したが、どこでもしじまの姿が見当たらない。そこな足沼に落ちたんだよ。どこ行ったんだやばいぞこれは。恐怖に駆られ、えー、思わずその場から逃げ出そうとしたが、自分の足が動かそうとしても動かないのに気がついた。うわ見ると、両足首が地面から突き出し、突き出した。青白い手首にきっちり掴まれていたのだ。うわ ふぎゃーあー、引きずり込まれたじわじわ上へとよじ登ってくる。這いのぼ、い上がってきた人影はその顔がエイジの目の前へ張り付くように現れた。あ何よ、なぐらくん。君はあなた、あたしを見捨てて逃げるつもりそれは青白く泥にまみれ、顔いっぱいに涙だらけにしたしじまだった。とにかく、ここにいるのはやばい。逃げるぞ、しじま。 深い霧が立ち込める外縁から、え二、ー、人は一目散に家へ逃げ帰った。あ、逃げれたのしじまはこの夜を境に登校していない。家族は病気の届きを出しているという。庭に行った方がいいよな。地底霊界に落ちるわけじゃないんだ。さえじましじまの家を訪れると、しじまは憔悴しきった顔でベッドに寝ていた。わざわざありがとうね。あの子、雨の夜に外から帰ってきてからどうも様子が変なのよ。 母親が心配そうにエイジを部屋に案内しながら説明する。テレビの青白い画面が光ってるだけだった。あら美人だねうん。あの後ずっと体調が悪くて、えー、いつも真っ暗な場所に閉じ込められている感じで、暗くし,してないと苦しくて仕方がないの。ごめんね、真っ暗で。しじまは、しわがれた声で口を開いた。大丈夫かあら えら <laughs> い急にオシャレしだしたのお前。どんだけ、どんだけブレスレットしてんだお前。装飾品多いよ。そんなことは構わないが、一体あなたどうなったんだそれは今説明するけど、その前に私あの場所のことを調べてみた。変なことが分かった。実はあそこは六道の辻らしいのよ。なんだそれ。なんだそれ。 えー、いうのはね、大昔平安時代から伝えられている、この世とあの世の境界、えー、人間と霊魂が行き来できる場所のことらしいの。悠々白書みたいになってきたな。つまり霊界との出入り口なんだって、えー、六道の辻は京都にある場所が有名でね、えー、松原通りが東大路に突き当たる手前に現在もあるのよ。知らん小野小町がおじいさんに当たる、 家人高村っていう人がいたんだけど、えー、この人は、霊能力があって、夜な夜な、六道の辻の井戸を通って地獄へ出入りしていたんだって。まあ、平安時代といえば妖怪の話だからなあの時の幽霊と何の関係があるんだよ。あそこは京都じゃないぞ。京都はタクシーの話しかないからね。そうじゃないの。江戸の六道の辻はあそこにあったそうなの。江戸時代の話か。なんだって えいじくん、なんじゃもんじゃの木を知ってるでしょなにそれああ、外苑にある珍しい木で、天然記念物に指定されてるとか言う。社会科の時間に先生に引率されて、見学に行ったことがあるな。ええー、でかい木だな。それよ、あの木は幕末の頃までは、今ある場所から約400メートル南の、六道の辻にあったから、六道木、六道樹、六道木六道木でいいかなとも呼ばれたそうなの。 つまり昔はあの幽霊にあった場所に生えていたってことよ。まあ、この木も岩くつけ、岩くつきって感じなのかなぁ。これもご当地紹介シナリオなのか一風変わった。まあ,あ、グラウンドに変わっちゃったと。エイジは一瞬息を飲んだ。そういえば、お母さんが似たような話をしていたかな。しじまの話がどんどんやばい方向へ行きそうなので、エイジは早々に見舞いを切り上げ、家に帰りたくなってきた。それは帰りたいよ。あ 中止へ、うーん、読むか一応。輪で転生って言葉してる学校では人間は死ねば肉体に土に戻り何も残らないって教わったわよね。でも神殿の世界ではそれは大きな間違いで、人間は生まれ変わりを繰り返してるのよ。うん、新しい命に生まれ変わるっていうね。うっつの道があ,あると。 でも、もし行きたくない道に紛れ込んでしまっても、六道を統括しているお地蔵様にすがれば、救われるという信仰がある。昔から、えー、道祖神という名で、町外れに六地道を祀るのは、そういう意味があるんだって。えー、じゃあ助かる道あるってことだな。お地蔵様にすがるのかそうね、力のある霊能者を頼れば、あるいは助かる道も開けるかもね。 どっちにしろ俺の手には追いそうもないし、これは霊能者の先生を頼るべきだな。よし、わかった。だったら、早速家に行って相談してみるよ。うちの母さん、霊能者の知り合いがいるらしいから、しじまのことも頼んでみる。霊能者の知り合いがいるってすごいな。う<ー>じゃ、ここで霊能者、なんかさ、タイトルに出てた赤い、オレンジの髪の人が霊能者なのかねえ。すげえ、なんか話が大げさになってきたな。 三宮、何子だこれ竜子あ竜子先生かなえー、かな、あなたが地底へ引きずり込まれた後、真っ暗闇にの中に閉じ込められてる気がする。というのは、おそらく幽体の一部が、えー、地下霊界に取り残されたままなんでしょうね。これから一緒に連れ戻しに行きましょう。えー、心がまだあっちの世界にあると。 えぇ、ー、わざわざそんな恐ろしい地下へ行くんですか大丈夫。私は前から何度も行って、経験もあるし、肉体はここへ残したまま。向こうへ行くのは幽体だけだから。心っていうか、幽体のみ行く感じ体を置いてじゃあ、六道の辻で私が地下へ引きずり込まれたのも、肉体じゃなくて幽体だけだったんですね。当然そうでしょうね。 地下の夢を見ている時は意識だけがった誘拐へ飛んでいくのね肉体はちゃんとベッドに寝ていたはずよしじまが言う六道の辻っていうのは本当にあるんですかそうね霊的な世界の中には地底の霊界は地底の明界は存在するわどういう呼び名で呼んでいるのかは世界中いろいろだけど一番有名なのは日経のタントラの中にあって 紀元前から存在するという地底王国、アガルタかしらね。<laughs> なんか話がでかいね。今からそこを大冒険すんのもう、聞いたことも、なんか見たこともないわ、そんなアガルタなんて文字。エイジ君はここにいて。私は千島さんを連れてちち、地、地下霊界、地下冥界へ行くけど、行くのは幽体の一部だけ。肉体にもちゃんと意識は残してあるし、話もできるから心配しないで。 でも、私たちの幽体が地下冥界にいる間は話しかけたりしないでね、危険だから。俺は行かないんだ。<laughs> すげえ、なんかダイブしていくんだ。その霊界、冥界へ。目も閉じている。エイジには今ここで何が起きたのかわからなかった。突然エイジの目の前にいる霊能者としじまが会話を始めた。ちゃんとした霊能者なんだな。 真っ暗です。ここはどこなんですかすごいスピードで怖いです。今、地下冥界へ続く通路を飛んでいるのよ。さあ、自分の魂はどこにいるの周りを探してみて。そう、自分の気持ちが惹かれる方向へ進んで。これは、二人とも今、地下冥界へ飛んでいるらしい。これが幽体離脱って現象かいました、私です。ここの真っ暗な横穴に閉じ込められています。やっぱりね、待ちなさい。今引き出してあげる。 さあ、しっかり手を握って、幽体と一緒にお家へ帰りましょう。<laughs> なんか催眠術とちょっと似てるよね。見えてきました、うちです。なんかすごく懐かしい感じがします。今中へ入りました。名倉くんの姿が見えています。私も横に寝ているわ。こんな話をしてるってことは、やはり魂は地下を飛んできたのか。でなければ、しじまと霊能者の会話が、こんなドンピシャ符合するなんてありえない。 いい。ここからは大切よ。寝ているあなたの肉体と全く同じ姿勢で、えー、体の上に寝なさい。そうすると、幽体が体に沈み込んでいって、同化するから。幽体離脱とかはこんなんだよね。あ、本当です。体に沈み始めました。おー。幽体と肉体が完全に重なった。と思われる瞬間、カッと目を開いた、えー、三宮隆子が、突然寝ているしじの 体に馬乗りになって、休止を、えー、切りながら呪文のようなものを唱えた。音切り切り、運んバンパサラン、みたいな。地獄先生、ヌーベイがよくやってるやつじゃないの青ざめていたシジマの顔色に、みるみる、赤が差して、明けが差して、桜色に変わってきた。さあ、これで終わった。もう幽体が離れないように、えー、金箔火事をしたから大丈夫。もう、気分いいでしょう。この陰陽寺すげえな霊能力者。 本物じゃん。霊能力者バトルロイヤルに出れるじゃん。本当にありがとうございますすっかり元気になりました。こうしてシジマの除霊は終わった。シジマは救われたのだ。よく見たらなんかあんま美人じゃなくなってきたな、この思の。えー、よかったね。あ角田二郎先生じゃないこれ。この幽体離脱の部分は、角田二郎が肉体から魂が離れてしまう。 えー、離婚現象の相談者を、えー、霊能者のところへ連れて行ったとき、本編と全く同じ霊体験をしているのです。須田次二郎先生自体も、まあ、こういったことを体験して、それを元に、モデルに書いてると。この時の相談者は、やたら幽体離脱を起こすので、いい加減な、えー、集権者を頼って、魂封じの受報を受けたため、かえってひどい、えー、離婚現象になり。 えー、実際に地底霊界アガルタに霊能者が飛び、閉じ込められていたそう者のしたら、幽体を連れ帰ってきた現場に私自身が立ち会ったもので、この心霊的現象は実力の再現と考えていただければ、実、結構 <laughs> 角田先生、騙されてないそれ。なんか騙されてる臭くなやつの先生、大丈夫それ。わあ終わった。でもこれエンディングいっぱいあったけど、全然文気なかったよなぁ。一個二個しかなかったんだけど。 どういうことなんだろうな、これ。でもまあ助かったエンディングだから、は、1,2,3,4,5,6,7個も分岐あるシナリオだとは思えないよな。えはじめ逃げ帰ると選べばよかったってことなのかじゃあ、縮島の見舞いを中止エイジは挨拶もそこそこに、祖父くさと自宅へ逃げ帰ることにした。これ大変なことになりそうだな 冗談じゃねえよ、まったく。しじまの話ときたらいつもあれだ。あいつの頭の中はオカルトしかねえのかよ。薄気味悪くて付き合いきれねえぜ。嫌な予感がするな。こいつもなんか、落ちちゃうんじゃないのその霊界、地底霊界に。足が勝手にどんどん、心霊スポットの方へ近づいていくのだ。前方の暗闇の中で誰かの瞳が突然ギライと光り、エイジを見てニヤッと笑った。いざなわれて、あ青白い顔した、さえじましじまだったのである。 お、お前いつの間に私から逃げたつもりらしいけど、そう簡単に逃げられないわね。せっかくの足をちゃんと聞こうとしないから、こういう目に遭うんだわ。ふわ、ふわーここよ。そう。君が私を見捨てて逃げようとした場所。私はここで地下に引きずり込まれた。その時私は、地獄の霊魂たちに捕まったのよ。ひじまがいきなりエイジの体にしがみつくと同時に、二人の体はズブズブと地中に、 吸い込まれていった地底から地獄の声が響くその時私は言われたわ助かりたければ身代わりの生贄を連れてこいってね気の毒だけどイ治君私の身代わりになってね なぜ突然ボイスが <laughs> 地獄の声がまた地勢に反響して響き渡る。<laughs> <わ>自分を犠牲にして女の子を救うなんて、すごい美談だな、おい。誰だよ、お前。地獄の鬼かあー、かん。割れエンディング選択分岐がない。ランダム分岐か、これ。 あれか、あのー、鹿児島のホテルの、あの三人娘と、うららちゃんのシナリオで入れ替わるやつかはあ。どういうことなんだろう。えー、っと、わー <laughs> カエルイカがみんな死んでる <laughs>。この子だけちょっと死んじゃった、こいつだけ死んじゃったからちょっと復活させて、よくわからんけど、エミさんも生存させて、えー、っと、 あー、エンディングはやっぱあれだね。あ、待って。えー、っと、攻略サイトによると、えー、シジマルートと、シジマちゃんのルートと、悪魔ルートに、一番初めで、ランダム分岐するらしいな。で、俺は連続でシジマルートを、引っちゃ、引いちゃったらしいが、こいつはもしかしたら、悪魔ルートに出てくる人物なのかもしんないね。 お母さんがなんか出てくるらしいね。悪魔ルート行きたいなぁ。悪魔ルート来い悪魔来いシジマルートになったらもう、もうあれだもんな。うわ、あー、シジマかこれ。母ちゃん母ちゃん来いなあーもう、<laughs> めんどくさいなぁ。ちょっとこれ、お母さんルートに行くまでちょっとこれは何回もやり直しだな。 来たーこれようやく別ルートだろう。まさかのね、4回連続 <laughs>、あの頃ルートに行くっていうね、クソ、クソなんて乱数を引いたんだけど、ようやく来た。これ母ちゃんのルートじゃないあ闇の中。まるで井戸の底のような、じめじめした穴蔵。地下水の滴る音がぴょーんぴょーん、ぴしょーんぴしょーんと周囲に響く。こっちの方が地底霊界っぽいぞ。わ 次の夜はどこからかザックザックと穴を掘るような音が聞こえてくる何者かが土を掘っているようだ何かキラキラ光る黄金のようなものが見えている日によっては見る夢の内容が違うのだが、えー、共通しているのはなぜか地底の穴の中をさまよっているということだ一体なで毎晩怖い夢ばかり見るんだろうこんな夜も英治は半水状態の えー、朦朧とした頭の中で、うつらうつら考えていた。あれはえ向こうから和服を着た奇妙な男がゆらゆらと歩いていくる。えだらしなく肌け口からは、だらだらよだれを流しっぱなしの機械な男である。機械やな、それは。エイジのいるのにも気づかず、横をプツプツ、ブツブツ呟きながら取りすぎている。 身のためならず、世のためならず。ええ、大地に奥奥この時のエイジの脳と体の状態について解説には、なんかちょいちょいな、なんか角田、あの、あの角田先生が教えてくれるな。 人間は眠るとき、脳と体が交互に浅い眠りを繰り返し、次第に深くなって、純、純粋に、えー、熟睡に入る。えー、睡状態というのは脳が少し眠り、えー、体が少し眠り、それを繰り返している状態を指す。まあ、レム睡眠とノンレム睡眠みたいな。脳が寝てるのに体が起きてる状態では、体だけバタンバタン動くので、寝相が悪くなる。反対に脳が起きているのに体が寝ているときは、意識があるのに体の自由は効かない。 いわゆる、金縛りになる。霊魂の波動は、人間が半水状態の時に近いから、半水で感じやすいので、金縛りそのもの、すべてが霊魂の性と錯覚されるのである。まあ、金縛りにも、ちゃんと、科学的根拠というかね、生物的根拠があると。エイジの意識がやや戻りかけ、ギクッとした。他には誰もいないのに、布団がわさわさと動く。なんだこれは、どうしたんだえズル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 。 急に布団の下から青白い2本の手が英二の体の両脇に突き出してきたかと思うといきなりその手が英二を布団ごと抱きしめて布団の下に引きずり込み始めたのだ体はズブズブと布団にめり込んで下に吸い込まれていく焦って懸命にもがくか体は金縛り状態で銃は効かない助けて布団に引きずり込まれる エイジは布団ごと近い深い地底に吸い込まれていくのだ <laughs> や。やっぱこのルートも地底に引きずり込まれんだな。誰か誰か助けてエイジ、エイジどうしたの母ちゃん来たんじゃない母の声がかすかに聞こえてエイジは気がついた。あー、母ちゃんかわいいね。ひどくうなされていたから驚いたんだけど、嫌だ。夢を見たやうのね。夢今のが夢だって 汗びっしょりじゃない風邪を引くからシャワーを浴びて着替えなさい優しい母ちゃん。ね、仕事帰ってきたんだろうね。風呂場へ行ってシャワー浴びようとして、改めてエイジはゾーッとした。えあ俺は眠っちゃいなかったんだ。夢にしては生々しく覚えすぎてるし、第一、この洞についてる朝は何だ掴まれてんだ。あの恐ろしい青白い手に掴まれた後じゃないのか 冷や汗ががが流れ体中の毛穴が開いいてて立っていたどうしよう。母さんに相談しようか。でも疲れて帰った母さんに余計な心配はかけられないしな。まあ、でもこういうのはちゃんと相談した方がね。結局はね。なんかお母さん的にも助かる話だし。疲れてきたっての気遣いは重要ね。偉いけど。一体どうしたの何があったの 母さんを心配させることじゃない、ないんだけど、実はこのところ毎晩恐ろしい夢ばかり見るんで、ろくろく眠ってないんだ。恐ろしいってどんなまさか霊魂の夢じゃないでしょうね。え母さんも見てんのか実はズバリ <laughs> それなんだ <laughs>。突然の丸を据えよう。必ず地底の恐ろしい場所に引きずり込まれて。ふーん。じゃあ霊感あるんだ。 エイジの言ってなかったけど、実は母様若い時から一応霊感持ってたんだよ。ふふふ。だから霊能力者と知り合いがいたんだね。えぇ、嘘だまた俺を担ぐ気嘘じゃないわよ。夜中に外苑のグラウンドに行進する兵隊さんたちの幽霊も見たしね、怖かったわ。なんか霊能力というか霊感がある一家なんだな。真っ青な顔でみんな鉄砲をかついて、あそこは昔、青山、えー、連兵場って、 兵隊さんたちの訓練場で、みんなあの場所から戦争へ出発したそうだから、多分戦死した兵隊たちの、え、英霊が帰還してきたんでしょうけどね。やべえ、それやばいよ。実は本当は、俺も地下に引きずり込まれて。そうなんだ。やっぱり血筋、引きずいてるのね。そういえば、背中に何かついてるみたい。何か黒い影が見えるよ。やめろよ、母ちゃん。母ちゃん超怖え。やめてよ、怖いこと言わないでよ。 一度私の知り合いの霊能者の先生のところへ行ってみましょうか。あ、玄関部座。霊能者ってあの人かなさっきの別のルートのね、霧島ちゃんのルートの。来たーめっちゃ頼もしい人。品のいい女性。あら、竜子じゃない、お久しぶり。今あなたの噂をしていたところよ。とにかく入って入って。あっけに取られるエイジを尻目に、母親は大,しゃしゃ大はしゃぎで女性を迎え入れた。 ま、でもこの人が来たらもう安心だわ。この人が今話していた霊能力者の、えー、霊能者の、えー、三宮隆子先生よ。すごい能力を持っている優秀な一流霊能者なのよ。私の高校のクラスメイトで仲良しだったんだ。ところでいきなりどうかしたのオカルト研究会とか入ってたのかな二人して。三宮隆子。あ、合ってたね。いやね、私は霊能者よ。あなたの家で妙な、 霊的波動がうごめいているようだったから、近くに用事があったついでに気になって寄ってみたんじゃないの頼もしいそれは渡りに船だわ。今あなたに相談行こうと考えていたところなのよ。今の食卓で紅茶を飲みながら、三宮隆子が英二に向かっていった。君、英二君だっけどうやら先天的に、えー、霊感を身につけてるよね。やっぱ遺伝してんだね。やっぱなんか見えるんすか 地底は、自国系の霊魂の巣屈ですからね。巣屈ですからね。えー、憑依されていたら厄介ですよ。うめえ、怖もしやこの世に戻った時、えー、体に霊魂に捕まえた後とか、えー、痕跡は残っていたことはなかったでしょうね。すごいなズバリ言い当てるね。いきなりズバリ図星をついた質問に、英二は顔面蒼白。言葉も出てこなかった。で、君の相談したいことは何なの そう聞かれて、えー、じゃはまず、何から相談しようかと迷った。えー、地獄の夢で、三宮龍子に相談する場合、埋蔵金の夢で、三宮龍子、埋蔵金の方が面白そう夢のある話に行きたい。実は、だらだらよだれを流した変な男の夢よく見るんです。そいつが何者かはわからないんですが、その男についていけば何かすごくいいことがありそうな気もするんですが、 さあ、エイジ君に憑依しているその霊魂が何なのか、それを見破らないと。ゴーストスイーパー流行。地下冥界へ行って、その霊魂に遭遇してみないとわからないわね。それには君と一緒に六道の辻へ行くのが一番正しい判断ができるんだけど。<laughs> 行くの好きやな、こいつ。黙って考えていた。やっぱり憑依されているんだ。怖くて行きたくはないけど、埋蔵金も自分一人で探すより危険はなさそうだし。 うまく発見できて、半分霊能者に持っていかれても何十億円の財宝だ。その方が利口かも。<laughs> すごいな。こんな時にお金のこと考えてられないだろう。財宝を発見した途端、俺を地獄に突き落とした自分が全部人占めしないとも限らないここは埋蔵金のことは秘密にして、地下明快の説明だけを聞くことにするか。どうする一緒に行くの行かないのうーん。行く、行きます いっぱい分岐あるからなぁ。だーいぶいいですか絶対に私から離れないように。おー。いわゆる六道の辻の、えー、地下穴を積んでいると電車のとこ聞こえてる。地下鉄の近くを通ってんのかでもお金を発見したからって、持ってかれるわけじゃないからな。 いくら霊能者と言っても、神は仏じゃないから、何でも分かるわけじゃありませんから。ただ伝えることは、こっちも絶対に言っちゃダメ。えー、無数の自爆霊たちの、えー、え見にくい。えー、醜悪な周期が匂ってくる。なん、なんて言うんだっけこれ。やべ、読めない。こっちへ進んでも確実に取り殺されるわ。 さっきのおっさん、なんかよだれ垂らしてるおっさんが何なんだろうなやっぱり三宮先生と一緒に来てよかった。僕一人じゃ間違いなく死ぬところでしたね。なんかすげえ話だなこれ。ここは地獄へ続く道ですからね。絶対気を緩めないでね。この四十八のこのシナリオによってなんか、霊能力者って本当にいるのかなってちょっと信じかけちゃうわ。いざとなったらこういう人に頼ればいいんだな、みたいなさ。 腹の振りが止まらないよって。いいわね、エイジ君。私の手をしっかり握って絶対に離しちゃダメよ。先生、こっちへ行って、危険はないんですかもちろん危険だらけよ。だから手を離しちゃダメなの。でも行かなきゃ君の命が助からない。やがて、霊的な、えぇ、ー、もやの漂う、霧の漂う異様な匂いのする空間へ出た。えー、目の前にかなり幅の広いまるで血の色をした川が流れている。 うわあ三図の川じゃねえだろうな。人間界と霊界を隔てる三図の川よ、やっぱり。この川の向こうは生前、悪事を重ねた連中が死後、永遠に落とされる地獄界の入り口だわ。こ、これ渡るんですか渡ったら二度と戻れないんじゃないんですかその必要はなさそうね。え 霊魂の塊のようなものが、まるで地獄のオーロラのように、揺らめく姿を表した。ほら来た。この少年に取り付いているもの、姿を見せなさい。あー、やっぱこいつか、歩いてるやつだ。ゆらゆら歩き始めた。あの揺だれだらだら流した、機械な男、チラリと二人の方を横目で見ると、ブツブツつぶやきながら歩いていく。大地によくよくこの宝身の 世のためならずもうこの地下に、めっちゃ、1億2億する宝眠ってるけど、それは自分のためにもならないし見つ、見つかったら世のためにもならないってことこの人です夢に出てくるのはこの人ですこの霊魂は私たちをどこか誘導しようとしてるわ。ついてっていいのめっちゃ笑ってるように見えるけど。<laughs> 井戸来た お前は何者なの黙っていないでお答えなさい目が怖いお、落語家先生みたいな。複雑な横穴を何度も曲がり、もっと地底深く降りる縦穴の縁まで来た時、男はニヤリと笑って口を開いた。わしの名を知りたいかわしは日本、日本橋の御用商人、名前屋、久太郎。 世の中の欲深どもは、わしが貯めたお宝を狙って、わしに毒を盛り、わしの命を奪いやがった。お金で殺されちゃったんだな。そして財宝を奪おうとしたが、そうは問屋がおろさんわい。そんなこともあろうかと、お宝はみんなこの穴の底に埋めたんじゃ。隠しておいたんだな。この穴の底へ行けばお宝に会えるかもしれないぞ。欲しけりゃおりな。欲しけりゃ、うふふふふ。なんで俺に取り付くんだよ。 見れば穴の底に通ずる丈夫そうな縄ばしごが穴の下へ向かって下がっている。怯えながらも好奇心に駆られたエイジは。これは罠だわ。この、その手に乗っちゃダメよ。ここ,こはこいつを勝負しないと。一瞬好奇心から、え三、ー、宮の手を離そうとしたエイジだったが、三宮の声にはっと我に返った。ぼ、僕はどうすれば 私の手を離して、後ろに下がって、じっとしていて、動いちゃダメよ。そう言うと、三宮、えー、龍子は、石笛を取り出し、<laughs> えそうし始めたっていうのか、悲し始めた。大自然に連磨された天然石の寝具である。<laughs> 突然、太郎みたいな答え出したな。あ、突然の、あれだわ、あの、解説。石笛は正確には、イ岩笛と呼びます。 長い年月、波や水の滴りなどにさらされた穴の開いた天然の自然石で、石を、息を吹きかけて音を出す笛で、五千年前の縄文時代中期の遺跡から出土している最古の神聖な楽器です,すごいな、それは。えー、澄んだ神秘的な音を奏でる石笛は、えー、祭事と結びついて、音玉として、神おろしや鎮魂に使われるものです。 自然な石なのでいろんな穴も、えー、様々な形してて、あ自然の水滴によって作られ水滴によって削られて穴が開いたみたいなやつだな。もう数千年とかの、あの、歴史の中でようやくね、穴が開いたりするやつだ。だらだら、だらだらジ,ジャ財宝を奪われたくない、えー、執念でここにわだかまっているのか。それでは家に天国へ行けないよ。 お前はもう死んでるんだ。財宝にこだわっても役には立たないんだ。執念を捨てなさい。そうすれば我が天国への道を、私が天国への道をつけてあげる。霊魂がうめく。その手には乗らないぞ。お前ごときに何ができるいやこと、うるべ、るべ、ゆらべ、 ワン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 って。突然、突然の機会音だ。雨の風歌という、心霊に対する呼びかけ <laughs>。ふ解説カットイン草だな。周辺の正気は、なお一層たじろいたように静けさを増す。戦ってるね神によって開かれた道に従って天国への道を行くか。 やばい、このまま霊魂をジョブさせちゃったら財宝は手に入らないおい財宝は諦めない絶対に掘り当てるぞーってこのまま長者をジョブさせちゃダメだ実はエイジが話しかけとたん、バチンと何かが弾けたような音がしたと同時に、三宮龍子の体がぐらりと傾き、その場合、よろめくようにばったり倒れた。<laughs> 先生どうしたのしっかりして えー、もうバッドエンドちょっと行こうかなと。しまった、やられたわ。ダメでしょ、エイジ君。はははは。あー、地獄連に付けられてしまった。すいみません、僕はそんなつもりじゃ今更謝っても取り返しがつかないわ。苦しい、息ができない。先生私はもう助からないわ。この霊魂は一体のように見せかけているけど、一体じゃなかった。ひどく強力な地獄の、え霊団だわ。 相当の数の地獄の猛者たちが集まった立ちの悪い霊団だわ。ああ、そうなのだ。霊魂というのは初めは一体一体だが、やがて恨みで死んだもの強欲な未練に残して死んだもの、まあ、いろんな塊になって、強力な集団になる。ああ、<laughs> 口でけ。ぐわばばお前ごとき未熟な力で、俺たちに勝てると思うな <laughs> どうなるんだ僕はどうすれば どうしようもないわ。私はもうダメよ。もう私は君を助けられない。<laughs> あとはエイジ君の運次第。君の死護霊に力を貸してくださるように祈りなさい。なんか大、なんか強いスタンドいないかなスタープラチナとかじゃなかった、ないかなスタンド。うわあ、リュウコウさん死んだ。慌てふためき、救急車を要請する母親の姿がある。俺の死護霊どんなやつだろう。 僕のせいで先生を死なせてしまった。僕はどうすればいいんだゆらりと影が動き、だらだら長者が、えー、薄笑いを浮かべながら姿を現した。気の毒なことをしたな。しかし霊能者が死んだおかげでお前は助かったんだ。わしは死んでからも自分が隠した埋蔵金が、誰にも発見されねえようにする対象に、7年に一度人間の生贄を地獄に捧げる契約をしていたの。だから取り付いてたのか 本当はお前をその生贄にする予定だったんだ。しかし、霊能者が死んでくれて、その必要なくなった。わしについてきな。少しならお宝を分けてやる。あらやったぜ。さよなら霊能者。逃げたの今。じゃあついて行ってるおい分けてもらえよ自分はなんて罪深いやつなんだ。僕は埋蔵金に目をくらんで声をかけてしまったばかりに、三宮先生を死なせてしまった。 僕は死んでも自業自得だが、先生の魂を何とかする方法はないのだろうか。呆然としているエイジの目の前に、深い縦穴が現れた。その穴の底から、か細い女の声が聞こえる。耳をすますと。あ先生生きてんのでもなんか罠くせえな。三宮先生の声じゃないのか降りる罠くさいな、なんか。無我夢中で、エイジはその穴へ降りることにした。 縄梯子で5メートルほど降りた部分に横へ伸びる横穴があったその奥に何か光るものが見える宝か埋蔵金の隠し場所かもうどうなってもいい捨て鉢の気持ちでその穴へ入った穴の奥に石垣がありまぼゆい光が石の隙間から漏れているかぼそい声はその奥から聞こえているようだ先生がそのお宝のとこにいるのわあよしもう一息だ パタンと石が外れとった。えなんちゃらぜんと光るまばゆい光がエイジの体を包んだ。その光は非常に暖かくうっとりするもので、エイジはそのまま気を失ったのになる。ちょっと宝見せてくれよああ。あ、生きてんのよかった、気がついたわね。あ、正解のルートだったのかなこれで助かったわ。 あれ僕は夢を見ていたのか先生はご無事だったんですか怪言な顔をするエイジに、三宮龍子が説明する。い,いえ、夢じゃないわ。ちゃんと二人で、父か、明海へは行った。私は本当に命を落としかけたんだけど、間一髪、紙一重のところで助かったのよ。エイジ君の守護霊と、私の守護神が、強く作用してくださったおかげで。エイジ君は守護霊なのに、先生は守護神がいるの じゃあ石垣のあの強い光は黄金じゃなくて守護霊様の光だったんだ。ええー。ふとベッドの中でエイジの手に冷たい感触が触れた。何の気なしに取り出してみると。えまさかわー黄金に輝く一枚の小判だった。やったぜエイジ、そんなものどこから持ってきたのそんなこと言われたって僕にもわからないよ。布団の中にあったんだ。小判じゃん、ゴーエモンが投げる。いくらで売れんだろう。 ダラダラ長者の霊魂が魂を地獄から救ってもらった俺にくれたのかもね。ちょっと分けてやるって言ってたもんね。埋蔵金の夢も実はだったのかも。あ、解説。現在、極備品の永長小判は1枚200万円すげえ !10 枚ぐらいあったらよかったのに、1枚 <laughs> か。いやー、まあ、長いシナリオだったけどね。まあいろんな分岐するんだろうな。 はじめの分岐がめんどくさいな、ランダムなのが。ああ、でも基本的には生き残れるルートなの。若干死ぬ感じで選んだんだけど生き残れたから、結構生き残れるルートなのかもしんないね。はい、ということで、えー、ちょっと時間がちょっと過ぎちゃったかもしんないけど、えー、今回はこれぐらいにしておきましょう。えー、ご視聴ありがとうございました。ちょっと地底霊界まだ、え、4つルートがあるので、ちょっと次回はエンディングちょっと回収をどんどんしていきたいと思います。